演奏してるので、そんなことないんで、まあ、人にはよりますけども、その楽しんでいただけ、皆さんがね、本当は戦後、私の母もそうですけど、まあそういう進駐軍入っちゃってですね、なんか一緒にこうね、ダンスパーティーなんか行ったりしてたんで、そういうとこで、それからその流れてくる音楽もそういうものが結構多かったと思いますね。楽しんでいっていただけたらと思います。それでは、ちょっとこれはビクター・ヤングでしたっけ、なんか有名な作曲家の押しかけのステラ、ステラバイスター。なんかね、そういう有名な曲からね、ビクター・ヤングですね。で、まあ、本当は古い、本当に古い曲なんですが、結構それをスタンダードジャズとして蘇らして演奏させたのが、モダンジャズの名手たちですね。その今日ちょっと、なんだろう、学んでっていうか、リスペクトして尊敬してしながら、フルートで、皆さんでお送りしたいと思います。一応ね、こんなコンサートをずっとやってるんですね。復活、まあ、クリスマスなんか、チラシが言ってますかね、もしかしたら。チラシがいなかったらまた帰りに、あ、そう言ってますね。それは、19日に12月、ぜひ、野方ノイズで、ワンステージ1000円っていう、ちょっとわけわかんない言い方ですけど、お帰りによろしかったら、ステージ見ると、まあ、1000円じゃないんですけど、今になっちゃいますけど、まあ、ぜひよろしく楽しんでいただければ。で、まあ、高野区の社会教育団体でもあるんですが、文化的な活動をさて続けております。で、いろんないいメンバー、こちらにもずっとね、今度、シャンソンの歌の方が、そこにも、今度、ギターの方も入って、ということでですね、また戻ってきます。昔はこういうちょっと三味線入れたり、バリンガーも入れたり、まあ、ちょっとそんなことをやってました。では、ビクタイムの名曲、星影のステラ、お送りしたいと思います。Thank you.
陰のステラでなんかね、ちょっとした小説が書けそうなミステリーとかも書けそうなタイトルですよね。星陰にステラなんか何でしたっけ、BS 放送が始まったことでステラですよね。なんか今のですけどね。NHK の差しね。ね、ですよね。あのライト。やっぱり。ね、ステラってやりましたね。やっぱり向こうから来るみたいなイメージですよね。星陰からね、電波がやってくる。ああ、なるほどね。すごいですね。いいネーミングだよね。すごい。確かにステラ。そうです。我々もステラなんとかっていうのはいないけどね、ミュージシャンに。ああ、そうですね。いないですよね。いそうでいないですね。うん、確かに。ジョニーは死ぬほどいますけどね。あ、ジョニーですね。カントリーとか、ロカビリーとか行くと、ジョニーさんがいっぱいいて、どのジョニーさんですか、ね、あ、ちょっと、ジョニーさん、いろいろちょっと今あるからなって思ってるけど、そうですね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。ステラ勝ちとかでいいと思います、ステラ。自分でね、もう素晴らしく。そのなんか輝く、え？ジョニーデップ。ジョニーデップ。あ、そうです。デップならいいですけどね。ありがとうございます。じゃあ、一部の聞いていただいて、こう、まあリズムがとにかくあのジャズ、まあ他の民謡でももちろん日本のいっぱいリズムがあると思うんですが、すごくこうウキウキする。今ブギウギってね、やってるじゃん。じゃらららちゃ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 みたいな、あちゃちゃって歌ってね、朝やってますね。もういいやつ。もうこれですよ。ベースっていうのはこれしかやってない。昔のポップってみんなこれですから。ああ、ね。じゃあじゃあじゃあ。ああね。ブギウギですね。そうそう。東京ブギウギリズムウキウキ心つきつきワクワク。中にね。ありますよね。まだあの笠置静子さんがそれを歌うところまで来ないですね。まだまだですね。まだですね。今何でしたっけ、あの、今やってるのはセンチメンタルダイナ。センチメンタルダイナ。ね、あれいい歌ですよ。でもね、あの朝ドラの時は真ん中のとこね外してるからね。ああ、そう。供養供養するのが。やぼな娘よっていうところをカカッとしてる。ああ、なるほどね。あれがね、ちょっとそこがいいんだね。許せない。許せない。だそうです。それさて。だそうです。次の曲になる。じゃあ一分最後、枯葉なんですが、ちょっとその前にこのフルートとかね、よく皆さんご存知だと思うんですが、サキソフォンなぜっていうのがちょっとあると思うんですね。でこれフルート、ちょっと楽器の紹介、普段はこちらやってるんですが、僕はやりますけど、これあの管なんですね。これで。ただ穴が開いてあるだけなんで、こっちから向いてもこっちに慣れなきゃよくならないですけど、まあ鳴るわけですよ。尺八そうですよね。で、ここは鳴りやすいようにちょっと工夫してあるんですね。で、これが長さがこう指で入れると短くなります。こうそうすると、あ、下がっちゃった。あ、高くなるから下がる。あ、そう、オクターブ下がるんだ、ごめんなさい。オクターブさん、これあの開管楽器っていうか開いてる。で、これ閉じることによって実は周波数が倍になるんですね。オクターブ下がりますね。ごめんなさいね。だからこうやるときも下がりましたね。上がるかと思ったら失礼しました。はい。で、これが下について、だからこちらだけでも鳴るっていうことなんですよ、実は。あ、難しいな。ちょっとやってないので。あの東ヨーロッパ行くとネイっていうナイっていう楽がこうやって斜めにして吹くんですけど、でこれがつくとまあ良い音に、まあ、なるでしょうっていうことですね。みたいな、いい音になるってことですね。みたいなことですね。だから非常に軽やかになってくれます。それに対して、クラリネットからこう改造というか、あの開発してできたのが、クラリネットとあの金管楽器の間の楽器ですね、木管楽器といいます、こっちは。その、ということで作られたのが、アドルフ・ザックス、サックスさんですね。その人が開発したのは、これサックスフォン。サックスの音なので、サックスフォン。で、これはこう、やっぱりこう、ここも取っちゃってもいいんですけど、ここだけだともう、ペーって音しかしないんで、これで吹くと、割とこんな感じ。テナーサックスなので。
まあ、こんな音しかしない。音もあんまり変えられないんですね。こういうと。これがしか変わらない。で、これが管につながって、さっきみたいないろんな音が、まあ、あの、抑えることによって、あ、入りました。どうしよう。はい。で、これ指をどんどん増やしていくと、まあ、いわゆる縦笛とかと同じ要領、管がだんだん長くなります。長くなると、男性でもそうですけど、背が高い人はちょっと低い声で言いやすいらしいんですけど。だけど、ここにオクターブキーっていうのがあって、あんまり押さえてないんだこういうことですね。そういうふうにこう変わっていくっていうふうになっています。これが面白いところですね。はい。じゃあ、今日のこの第一部の終わりに、皆さんご存知の、シャンソンのちょっと、シャンソンの人とも、一緒にやってやらせてもらっているので、少し勉強しております。枯葉をジャズにした定番の演奏を加えていきたいと思います。Thank you.
ありがとうございます。じゃあ、ちょっと外します。すみません、外します。そしたら10分ほど休憩しますので、お茶とあめ配りますので、それでまた2分の方